茶ティーラテのトールで、はい、持ち帰りで、はい、はい、お手渡しで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。どうも、京介です。珍しくその日に撮って、その日に上げてると思うんですけど、でも編集ももう今日はほぼしません。こんな動画に時間を割いたって無駄だ。まあ普段はねゴリゴリ編集をしてるわけですよ。ゴリゴリ編集ほど伸びないのなんな。めちゃめちゃ自信があってめちゃめちゃ面白く作っているはずなのに全然伸びんし、映画かよみたいな、そんな字幕の付け方してるような動画の方が伸びるの何？もう俺に編集求めてないのかなって。うん、サムネもちょっと、まあ、YouTuber っぽいサムネをね頑張って作ってるわけですよ。写真でいいならもう写真でいい。誰に何を求められてるのかあんまりよくわからんくなってきて、ちょっとこんな動画を撮り始めてしまったわけですけど、まあこういう動画を上げると、まあ僕の視聴者さんたちは優しいので言ってくれるのは、テゲテゲでいっちゃが的なね、頑張りすぎるなとか言ってくれるんですけど、テゲテゲでいいはずがないっていうね。伸びてないのに。伸びてるんだったら俺は全然テゲテゲでやりますよ。伸びてないからね、テゲテゲでいいはずがないよねっていうとこで、伸びてないことによってまあ好きなことをやらせてもらっているから他からの風当たりも強くなってきてくるし、好きなことやってるのにこんな悩んでるっていうのも多分他からしたら分かんないことだと思うし、誰に頼まれてやってるわけでもないわけじゃない。この動画もね、俺がやりたくてやってるってみんな言いますし、まあ選びましたよ、僕がやりたいから。いろんな人に迷惑かけて、いろんな人の反対を押し切って今やってますけどね。悩むよそりゃ、クソみたいに必死にこいてやってることなのにこんなに伸びなくて、思ったようにいかなくて、全部が全部見てもらえる部分は見てほしいって思ってる部分じゃないし、これ言ってほしいなっていうコメントももらえなくて、なんかどん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 積もり積もってびっくりしたよね。昨日の動画なんて、一昨日か、一昨日の動画なんてびっくりしたよね。ギリギリ100超えてるよ。登録者も8000人、まあ、そうそう9000人行くのにギリギリ100行くって、クソ必死こいて頑張ってね、まあクソ必死こいて頑張るのが当たり前なんですけど、10時間くらいかけて作っても100、まあ幸せな悩みなんでしょうけどね。俺よりもっと伸びてない人なんていっぱいいるだろうし、正直今が一番 YouTube つらい。編集力めちゃめちゃね上げても、まあいろいろなことができるようになっても、そこは見られてないんだなと。なんだろうね、無駄な努力なのかもしれないという気持ちにもだんだんなってきている。そもそも宮崎のご飯紹介、観光地紹介みたいな、そんな動画、ほぼそんな動画今、それもまあ今は楽しくてやってますけど、もともとやりたかった動画でもないわけです。ネタ動画がやりたくて、でも宮崎のことが伸びるから、宮崎県あるあるが伸びたから、じゃあ横動画でも宮崎のことをやったら伸びるんじゃないかっつって、どうにかこうにか宮崎を絡ませてネタ動画やってきて、それでも伸びなくて、まあなんとなくやってみたご飯の動画が普段1000回とか行かないのに1000回行って、観光地の動画も1000回行って、じゃあそれやるかっつって今やって、やっと100って何っていう、そのご飯とか観光地とか
そういう動画、投げ始めた時もちょっと同じようなことで悩んでて、今よりかはないですけど、その時も同じようなことで悩んでて、編集見てないんだなって、どんなに面白い編集してもみんなが見てるのはそこじゃないんだって、じゃあもう別に頑張らなくていいじゃんと思って、自動翻訳を手直しするような動画を上げてたんですけど、まあある人から編集が適当っていうことを言われて、まあ自動翻訳を手直しするだけの編集もまあそこそこ時間かかってやってるわけですよ。なんかもっと頑張らなきゃってちょっと思ったんですね。だから編集もネタ動画やってた時のような、凝った編集に戻したし、つかその時よりも格段にレベルアップしてるような編集を今してるわけですね。パソコンがバカみたいに熱くなるような、そんな重い編集してるわけですよ。その編集に戻したら戻したで、もっとレベルアップしてるはずなのに見てねえっていう、俺がバカにしてた縦画面のやつらみたいな編集してるのに、縦画面、宣伝用の縦画面も伸びないし、あるあるだけがただただ伸びて、しかあるあるもそこまで伸びてねえし、行って、マジ行って安定して伸びるってだけ、パーンって伸びてるわけでもないし、本当に今辛いですね。動画を上げることが1年前、だいたい1年前かな、もっと前かな、去年の夏、まだチャンネル登録者1000人行ったばっかりの時とか、めちゃめちゃ楽しかったんですよ YouTube。 別に伸びてたし、俺あの頃より伸びてないし、今あの頃よりもいい編集、いい動画をみんなが求めるから、みんなが見たいだろうから、ご飯の動画も本当はやりたかったことじゃないのに上げてるし、本当は観光地紹介だけの動画なんて上げたくないし、上げたくなかったか、今は楽しめてる、うん、知らないとこいっぱい見れてるから全然いいんですけど、本来だったらそこを絡めたネタ動画をやりたいです。検証みたいなのとか、何々やってみたのとか、そういう動画がやりたくて YouTube やってたはずなんですけど、もうだんだんわけわかんなくなってきて、みんなが何見てえのかもあんまりよくわかんねえし、見てえのは俺じゃなくて宮崎の景色なんだろうし、俺が作る、ま、動画とか作品とか一個一個じゃなくて宮崎の景色なんだろうし、まあ誰もわかる悩みじゃないじゃない、やってないからみんな、俺ぐらい伸びてるわけでもないし、やってるわけでもないし、周りのやってる人、まあそういうインフルエンサーとかをやってる人は俺より全然伸びてるし、俺より全然伸びてるから、また違う悩みだろうし、悩むんだったら、そもそもあんまり視聴者に向けてこういう悩みを言っちゃってるのも本来よろしくもないし、誰にもそういう悩みを言えるわけでもないこの状態で一人でいろいろ悩んでたら、一人でぐる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 同じような考えとか、なんか辛いことどうしたらいいんだろう、この解決方法はどれなんだろうとか、すげえいろいろ調べたり考えたりしてたら、もっとわかんなくなって、もっと辛くなって、でも考えないと伸びないし、伸ばすためには動画上げないといけないし、まあ、わけわかんなくなっちゃって、伸ばす方法なんてあるかもしれないけど、みんな確定でそれだって分かってるわけじゃないだろうし、お金のためにやってないって言いたいけど、大人だからお金は求められるし、もっと伸ばさないといい動画も撮れないし、なんかわけわかんねえし、電車の時間もそろそろ近いし、今非常に辛い状況ですね。どうすればいいかわかんねえからこういう動画になってるんだろうね。今日はもうこうやってカメラに向かって悩みを打ち明けるぐらいしか今わからない、俺がどうすればいいのか。もう辛いなら普通に働けようっていうね、その意見の方が正しいですからね。確定で稼げてねえんだから、ほぼニートですよ。つかニートか、ただなんかやってるニートですよ。稼げてねえのになんか辛いことしてるニートですよ。なら辛くてもいいから稼げた方がいいよね
やりたいことじゃなくてもいいからバイトしろよ、就職しろよっていう方が正しい意見ですよ。なんか辞めるのも怖いんですよね。ここまで来ちゃってるし、半ばまで来ちゃってるから、半ばまでも来てないか、辞めるのも怖いです。1万人目指してるっつって、2024年内に1万人目指してるっつって、こんな動画を上げてる場合でもないし、2日に1本とか横動画ね、縦動画で言ったらめちゃめちゃ出してるんだけど、横動画2日に1本とか甘えてるようなことしてる場合でもないんだけど、なんかもうわけわかんなくなっちゃって、もう動画出すのもちょっと怖いです、正直。なんか出せば出すほど辛い。まあいや、ちょっと電車の時間近いからそろそろ終わります。ただごめんなさい、本当にその動画を見て、まあいろんな意見とか感想とかあると思うし、まあ厳しいご意見だったとしても、それは全然もう受け止めるし、全然何書いてくれてもいいんですけど、俺の今のこの感情、悩みとか、まあどうやってこう発散というか解消すればいいか分かんなかった結果こうなりました。カメラ相手が一番喋りやすい。辛いね。クソ陰キャだね。ということでね、とりあえず明後日からはちゃんとしたいつも通りの動画あげるんで、それを楽しみにしててください。とりあえず悩んでたって始まらないし、突っ走るしかないんだろうから、このまま頑張ります、とりあえず。ということでね、泣きそうになるわ、なんか。まあいい、とりあえず、まあ喋り始めたら終わんなくなるから、とりあえず終わります。また明後日横動画出しますんで、縦動画も見てほしいし、全部見てください。ということで、また会いましょう。バイバイ。